と、じゃあ原核生物の転写と翻訳、ちょっと代表例として細菌である大腸菌の転写と翻訳を見てみましょう。大腸菌の DNA を書いてみると、こんな感じで環状の二重らせんです。僕ら人などの真核生物は線状、紐みたいな形をしてるけど、大腸菌の場合は輪っか状になってる環状の二重らせんです。大腸菌の DNA っていうのは環状であることが僕ら真核生物と違って、だけど二重らせんであることは変わりません。そして大腸菌っていうのは、これ原核生物だね、核を持たない生物ね。大腸菌の DNA の中にも遺伝子があって、例えばこっからここまでを、ね、こんなに多分大きい遺伝子はないと思うけど、ここからここまでを一つの遺伝子、タンパク質を指定する情報が、一つのタンパク質を指定する情報が詰まっているものを、ね、僕ら普通遺伝子と呼びますが、ここからここの赤くくったところが遺伝子だとしましょうか。そしたら遺伝子はこれだけでは使い物にならなくて、いろんな、ね、あの装置が必要で、例えば RNA ポリメラーゼっていう装置がここに取り付くのね、が RNA ポリメラーゼ。そして RNA ポリメラーゼはどん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 進みながら紐、これは一本差だよ、一本差のメッセンジャー RNA を作っていきますよ。はメッセンジャー RNA を作っていきますよ。でメッセンジャー RNA っていう、これは DNA の大体写しみたいなもんだね、コピー。大腸菌は原核生物だから核がないんですよ。僕ら真核生物だったら核があって、でできるのは不完全なメッセンジャー RNA で、不完全な RNA をスプライシングを行って、で核の外に出して、で核の外でリボソームが取り付いてって話があるんだけど、原核生物核がないからメッセンジャー RNA はでき次第、たとえ完成していなくても速攻でリボソームが取り付いてきちゃうんですよ。リボソーム、どん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 、たとえメッセンジャー RNA が完成していなくてもリボソームがどん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 取り付いてしまう。これリボソームね。でリボソームの働きはアミノ酸をつないでポリペプチドを作ることです。で教科書ではこの赤い点線で囲まれたところが模式図的に書かれていて、じゃあどんな風に書かれてるかっていうのを見ると、 DNA はここの部分だけを取り出して、しかも二重らせんであることが省略されて線状に書かれます。問題文でもこのように書かれることが多いです。そしてそこに RNA ポリメラーゼが取り付く。RNA ポって書くけど、RNA ポリメラーゼが取り付いて、でどん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 次の人がもうもっと、本当はもっとどん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 後ろから、もうこの人がまだ途中なのにすぐ後ろからまた進んできちゃって、でまた進んだらまたすぐ後ろにここに取り付いてっていうふうに、もうまだ終わってない人がいてもどん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 後ろからガンガン取り付いてきちゃうんですよ。あのみんなもさ、やったことあるかな、あの机の上にさプリントが並んでて、こう1枚ずつプリントを取っていくっていう作業、ね、この途中まだプリント取ってる途中の人がいても
後ろから新しい人が来て後ろからプリント取っていく、ね、どん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 、ね、どんどんどん後ろから来てまた同じ作業をこうやってやっていく、あれを RNA ポリメラーゼも DNA 上でやってるんです。まだ終わってない人がいても後ろからどん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 次の人が来ちゃうって感じだけど、 RNA ポリメラーゼっていうのは RNA を作るやつっていうネーミングの意味なんだから、 RNA ポリメラーゼがメッセンジャー RNA を作るのは絶対ですよ。あ、そうね、RNA ポリメラーゼが作ったものがメッセンジャー RNA になっていくのは当然ですよ。で、そこにリボソームももうガンガン取り付いちゃうんですよ。ガンガン取り付いちゃうの、次から次へと。で、アミノ酸をつなげていく。アミノ酸をつなげてポリペプチドを作っていく。転写と翻訳のね、転写と、これがね、あの RNA ポリメラーゼが転写を行ってメッセンジャー RNA を作る。で、メッセンジャー RNA からリボソームが翻訳をしてポリペプチドを作っていく、ね、アミノ酸を一個一個つなげてポリペプチドを、ね、長い長いネックレスを作っていく、ね、これでいいんだけど、転写、この流れを転写っていうけど、転写と翻訳の方向がよくテストで問われるから一緒に確認しておきますよ、ね、転写の向きはどっちかっていうと、ね、あのしっかりこっちからね、あの理解ね、みんなだったらもう理解、ね、できたね。転写の方向どちらかっていうと、長く長くメッセンジャー RNA を作ってるこいつはね、昔から頑張ってずっと働いてきた人だから、ね、かなりベテランだよね。で、こっちが真意だ ね、転写の方向はど、転写の方向はどっちかっていうとこっちだね。翻訳の方向はっていうと、ね、もう随分長いネックレスを作りましたねって、もうあなたかなりベテランですねって、ああそうだよって、俺は昔はね、あの新入りだったけどね、ずっとこう来ててね、昔は新入りだったけどね、こうずっと来てて、ずっと来てこんだけ作ったんだよって、ね、この人がすごくあの古いリボソームだね、古いリボソーム、ね、昔からずっと働いてるリボソーム、ね、この人は新入りだ ね、さっき取り付いたのね。で、またね、新入りがこう取り付こうとしてるね。で、どん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 取り付いていくんだよ。新入りがどん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 後ろから取り付いていくんだよ。で、この人はベテラン。で、この人は新入りね。翻訳の方向はこっちだね。で、こんな風にね、あのこれをさ、あのこう穴埋めでこうね、あの丸暗記、ね、するっていうのも一つの勉強法ですが、ね、どちらかというとね、しっかりとした理解に基づいて、ね、試験と、しっかりとした理解に基づいて自分で説明できるようになっておけば、試験当日素早く問題を解くことができますよ。